デモクラテレビ、ご覧の皆様ですね、普段デモクラ TV の本会議を見ている方はですね、コメンテーターで見たことあると思いますけど、私は政治社会学者のですね、木下千代と申します。この番組ですね、何をやろうかと、普段はですね、そういうその時事ネタ、特にニュースですね、その時々のニュースについて、いろいろコメントするというのが、その本会議のでやってるわけですけども、今日はですね、そのニュースそのもののことをやると思うんですよね。つまり、ニュースってなんだっていう話をですね、少しそのいろいろこう歴史とかを振り返りながらやろうと思うんですよね。で、ニュースについてはですね、その視聴者見てる皆さんもですね、そのいろいろ思うところあると思うんですよ。特に今要するにいわゆるコロナウイルスの危機っていうのはですね、この数ヶ月間続いてるわけですけども、むしろこのいろんなさまざまなもう社会を揺るがすような危機の中でですね、皆さん自身もそのメディアのですね、ニュースっていうものに対する注目度って高いと思うんですよね。もう毎日毎日その感染者の数が発表されてですね、それがどういうふうにものかっていういろんなコメント解釈分析があってですね、でそれで自分たちの今後のこれからの社会生活をどうしていくかっていうことを付き合わせて考えなきゃいけないという点ではですね、この危機的な状況っていう中でのメディアのニュースの役割っていうのは肥大化している、大きくなっているわけですよね。で問題はですね、その時のそのメディアの例えば客観性とか中立性とかデマとかフェイクニュースとかですね、情報が正確であるか本当のことを言っているのかっていうことに対する、疑いの声っていうのもすごくありますよね。なんかマスゴミなんていう言葉がありますけれども、要するにマスコミっていうのは本当のこと言わないんだと、嘘を言うんだと、本当のことはマスコミが言わないところにあるんだっていう、こういうフェイクニュースの理屈みたいなのをもうアメリカの大統領が言うような時代になってしまっているわけでですね、これだけそのいろんな形でメディアがしかも多様化している中でですね、ニュースや情報のリソースも多様化していると、そういう中で、一体何がそれが正しいのか正しくないのかっていうのを考えていくことがですね、結構大事になってきてると思うんですよね。でそのことをですね、その時事ネタで考えていくというのはちょっと限界があるわけですよね。少しやはり掘り下げてそのメディアの変遷というものをこう考えながら、ちょっとその、基本的なですね、メディアってどうできてるのか、ニュースってどう作られてるのかっていう話を今日ちょっとしていきたいと思うんですよね。でそれでですね、今日は私普段はですね、コメンテーター席にいるんですけども、今日はその普段司会をされているですね、川崎隆之さんに私が、いろいろ聞くという形でこの番組をやっていきたいと思うんですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で川崎さんですね、川崎さんメディア、評論家っていうか研究者なんですけども、こういう本出してるんですね、見てほしいですけども、幻の大阪テレビという本でですね、これどういう本かというと、実は1956年にですね、その大阪テレビという、名前通り大阪中心のテレビですが、1956年なんですね。これはもうその、NHK が始めたのは何年でしたっけ？NHK が始めたのは53年ですね。で日テレが同じ年ですよね。でその3年後に、作られた大阪テレビという放送局なんですけども、その貴重な資料をですね、こういろんな当時の資料と当時 その出ていたいろんな人たちのですね、資料とかを書いた本を出されています。実は大阪こそがですね、そのテレビ新聞もそうですけども、実は大阪なんですよね、発祥がね。でそこからどういうふうに日本のメディアっていうのがどう作られていったかっていうことを考えるときに、大阪っていうのは欠かせないものなんですけども、こういう本を出されてるわけです。でこの川崎さんですね、いつもは司会で迷惑ばかりおかけしてるわけですけども、今日はぜひいろいろですね、その皆の歴史について聞いて、でその上でその今のについて、今のそのニュースの在り方について少し議論を交わしていきたいと、こういう番組をやろうと思っています。さてではですね、少し始めていきたいんですけども、そもそも論ですよね。で結局みんな普段こうシャワーのようにですね、ニュース見てるわけじゃないですか。でもね、一歩考えてみれば、なんでニュースって必要なんですかねっていう、その辺から考えていってみましょうね。ニュースがなぜ必要かっていうのは、
ね、人類の歴史で考えたときに、あそこの山の奥にうまいもの、うまい木があったよとか、うん、うまい実があったよとか、うん、あそこの狐はよく出るから気をつけろとかそんな話を共有するところから、うんうんうん、だからニュースの根本って共有だと思うんですよ、うんうんうん、なんか誰かから何かを知らせるっていうこと自体が、うん、ニュースの種のように言われてますけど、うんうん、実は共有することの方がニュースの本質に近いと、うんうんうん、で、まあ、それの形としてその新聞というものが後にも生まれてくるわけですが、はい、放送、うん、まあ、今回は放送について特に言ってみたいと思いますが、ラテ、つまりテレビラジオということですね、はいはいはい、じゃあね、もういきなりですけど、放送のニュースの誕生っていう話をねちょっとしたいと思いますね。1906年に、サンフランシスコ地震というすごく大きな地震がありました。もう街が壊滅にしかかるほどの地震があって、はいはいはい、でそこの中で一人、無線を研究している技術者が、これは情報共有をしなければまた同じような災害が来た時に、いけないというふうにそこで気がつくんです。はい、でそこで彼がそれまで研究していた無線、これを使えないかと思った時に、ラジオ局というのを自分で実験的に作ってみようと、で送信機にマイクをつないで、で決まった時間に何かこうその日の出来事とかをこう喋ったり音楽をかけたりするという、これが1909年、サンノゼコーリングという放送局だったんですが、カリフォルニア州のサンノゼで生まれました。でまあ、その時にもうすでに放送の根源が確立したのはここにちょっとありますけども、二大目的、情報共有と娯楽っていうのがあって、この情報共有というのは今言ったその災害情報だったり、あとはまあ普段の生活情報なんかも共有されるべきものということで伝えられている。なるほど、なるほど、はい、であと娯楽はこれはもう音楽を流したりとか、そういうまだ蓄音機の普及がね、進んでなかった時に、っていうかレコードの、販売がまだ大変だった時に、その1枚のレコードをみんなに聞かせるというふうなことをやったりとかしていたという、なるほど。あのね、だからその、それ、無線の共有が、その1906年のサンフランシスコ地震だっていうのは、これはね僕初めて知ったんですけど、これすごく重要なのは、高徳秋水という人がいましてですね、で高徳秋水さんという人がですね、要するに、まあ、あのサンフランシスコ地震の時にいたんですよね、で彼はそこでそのなんていうんですかね、そのいろんな人たちが、その被災した人たちが国を返さないで、自分たちでキッチンを作って、みんなで食料を分配したり助け合うという姿を見て、彼はそのいわゆるそのアナキズムというか、社会主義に目覚めるんですよね、で、まあ、あのレベッカ・ソニーというですね、反グローバリズム運動 の、 その、アクティビストの作家がいまして、彼女は災害ユートピアという本を書いてるんですけど、その一番重要なエピソードは1906年のカリフォルニア震災なんです、ということは、でその今 の、 その無線の共有の話初めて聞いたんですけど、やっぱアメリカの中でそういうそのメディアっていうものが近代的なメディアっていうのが出てくるっていうのは、国家の統制からじゃなくて、市民が自分たち の、あの生活を守り相互扶助をして共有していくという空間から発想されたということですね。まさにそうなんです。なるほど。で本格的な放送局ができるのは、さらに、時間が経って、1920年に、やはりこれはですね、ピッツバーグに住んでいた無線家、ウェスティングハウス社の社員だったんですが、彼がその、まあ、自由にしゃべる個人ラジオみたいなのをやっていたんですが、第一次世界大戦、それを経験した時に、その戦況、戦いがどう行われていてこれからどうなるというのを、その情報共有のために、ラジオを活用しなきゃって彼はそこで思って、国からですね、事業免許を取って KDKA という世界最初の商業放送局を立ち上げるんですね。でこの彼がやったのはその、まあもちろん娯楽もやったんですが、例えば時報を流すとか、あとそれから開局初日に大統領選挙の選挙速報を流したんです、でそれでとにかく情報共有ということがラジオでできるんだということを、この最初のサンノゼコーリングよりもさらに、事業的にやることになった。でさらに、それはそのウェスティングハウス社がお金を出して、ウェスティングハウス社あるいは RCA の
製造しているラジオが売れるようにという、うんうん、そのためのまあソフト供給というふうなビジネスモデル、うんうんうん、それもあって開局したというのがあるんですが、これがですね、大当たりにあたって全米に個人が運営するラジオ局というのができるんですね、はあはあはあ、でまあコミュニティ単位で情報を共有するということが始まったんですが、そこに新聞社が目をつけて、じゃあニュースはうちが供給するからうちと一緒にやろうよと、でそのうち新聞社が免許を取って、ラジオ局を設けると、はいはいはい、作るということが始まるんですね。でそうすると今度は地域の、情報共有のハブとして、ラジオ局が全米にこうできてくるんですが、そこから先、このラジオ局をネットワークして全国で、全国レベルの情報共有ができるんじゃないかと考えた人、ところがご存知の通りアメリカには全国紙というものがないないですね、そこでそのラジオネットワークができて、そのネットワークニュースというのができた時点で、放送はラジオ放送は全国ニュースを初めて手掛けた媒体ということで、なるほど、なるほどね。で例えば CBS とか NBC がその時にできて、独自の取材をして報道機関、まあ言論機関として放送局がそこで名を挙げるようになっていた、そこでだからまた新聞社がやるローカルのニュースと放送局がやる全国ニュースというのができた。だから本当にそこには政府の介入が、直接的な介入がなく、あくまでニュースの共有という目的でラジオが発展してきたというのが、その戦前のアメリカのラジオの歴史の中にあるんですよ。やっぱりそのメディアの発達っていうのはナショナルな意識とか国民意識っていうものとも一体じゃないですか、はい、で日本の場合やはり新聞がね、明治期に入ってですね、発達してきて、むしろ新聞の方がそういうナショナリズムっていうか、国民意識の、作り上げる時のメディアになった感じがするんですけど、そういうとアメリカの場合やっぱラジオっていうのが非常にこうそういう意味ではまあ、画期的だったと。画期的ですよね、まあだから南北戦争があって、でラジオが、その20世紀に入って出てきて、やっとこさ、だからアメリカって面白いですよね。だから意外と超先進国のようで、ナショナルなメディアのできるっていうのが、実はかなり遅かったですね。かなり遅いですね。交通ネットワークにしてもそうですしね。そうですね、ルートなんとかとかね、あれも結構遅いですもんね。はいはいはい、なるほどなるほど。でそれに対してヨーロッパはどうだったかというと、ヨーロッパは、ラジオというのは同時に情報が共有できるということを評価したのが国だったんですね、ですから国単位で国営の実験放送局を各局作り出したと、でそうすれば国民を束ねるということができるんじゃないかと言って、その国営の無線局を作って、そこから放送を始めたというのがヨーロッパの放送の始まり。大体何年ぐらいですか。それはですね、アメリカの1920年のもうその直後、同じ頃です。1920年代に、古いところでいくと今の BBC の前身のイギリス放送会社というのがありまして、そこが出した 2LO というコールサインの放送局がロンドンで放送を始めたのがやっぱり同じ頃で、2LO もニュースみたいなものはやったんですね。ただどちらかというと、有名な人の講演会とか、あるいはその教会の、ミサの中継とか、そういうものを共有させるという方が、つまり価値観の共有の方に最初重きを置いていた。ところが、ある日ニュースをやらなきゃいけなくなった事情というのがあって、新聞組合がストライキを打っちゃったと。でその時に、じゃあラジオでニュースをやりましょうと言ってやったら、それがバカに受けて、ラジオニュースというのがそこから始まっちゃったんですね。なるほど。新聞はストライキを打ったせいで自分のライバルを作っちゃった。なるほどなるほど。ストヤブリですね。ストヤブリ。本当にそれができてしまって、でそこから BBC のニュースというのが始まっていくんですね。なるほどね。ただイギリスと他の国の違うところは、イギリスではニュースは独立して、やるべきだというのがやはりどうもイギリス人の考え方としてあったり、つまり情報共有というのは基本的に色がついていないものを共有して初めて意味があるという意識があったようで、そこはやはり国の価値観を、国中に広げようとしたフランスとかドイツなんかとは考え方がちょっと違った。やっぱだから英米型にちょっと近いんですね。近いですね。なるほど。ですからね、その辺の
違いをこう比較の図に表すとこの通りでして、アメリカの放送というのは、個人の実権が起源であると、うんうん、で災害戦時における市民の情報共有というのが、目的で、始まったと、うんでニュースの共有、まあ、地域の新聞社と結びついてニュースの共有が始まってそれが全国に広がっていった、うん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 、でヨーロッパの場合には国主導の放送事業が起源で、うん国家政策あと方針を共有する、うんうんうん、宗教的価値観の共有これも結構大きかったんですね、うんうんうん、ですからあの国の大きなミサの中継なんていうのはこれ普通にやっていました、うんうんうん、であと行政情報と国内動静を国の監督下で拡散するという、うんうんうん、あこれ国の監督下でというこれがポイントだった、うん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 、でまあこういう2つのものがスタートしたわけなんですが、うんうんうんそこでね唯一世界で違っていたのが、ソ連になったばかりのロシア。あなるほどこれがですねもちろん国内では社会主義宣伝のための媒体として使われたんですが、ロシアのソ連の戦艦を使ってアメリカとかヨーロッパのあちこちを航行しながら世界中に向けてソ連の革命方針というのをバーッと放送して回ったんです、うんうんうん一時期アメリカなんかはラジオ聴取禁止令が出たぐらいなるほどそのことやったなそのことやったなだからその彼らとしては世界に革命思想を共有させようとしたモスクワ放送とかねモスクワ放送その他を、ね、一応そういうで、まさにボイスオブアメリカ対モスクワ放送というそ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 うあの冷戦下の宣伝合戦が、まあねはい、やられていくわけですけど、まあ、その原型です、ね、その原型ですねそういうのあったんですがじゃあ日本はどうなのかという話しましょう、うん、日本はですねちょっとこう英米混成みたいなところがありまして、うん、最初日本のラジオ放送の機運って、うん、アメリカから雑誌が届いたというところから始まったんです。その無線研究の雑誌というのが日本について、うんうん、それで無線化がラジオという面白いやり方があるぞと、うんうん、一方方向でこう音楽とか喋りを流して、うんうん、みんなで聞くというやり方があるんだ、うんうん、ということが分かって個人で実験を始めたんですね、うんうんうんでそれを見ていた新聞社が、うん、ぜひ新聞社が協力してその実験を広めたいと言って、うん、戦前あの朝日新聞社と毎日新聞社が、うん、結構大きな出力を使って、試験放送をですね何週間もやったりしたんですよ、あの NHK ができる前何年ぐらいですかそれは大正12、3年の頃ですね、うん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 、まあ、 あの関東大震災の前前ですねそういうのがありまして、うんうんうんまあそれで電波の新聞というのができるということを夢見ていたんですが、うんうん、実際に国から免許が下りて、うん、東京大阪名古屋に、うんラジオ局ができました社団法人、うん、東京放送局大阪放送局名古屋放送局ができたんですが、うんうん、報道は禁止されたんです、うんうんうん、でそれは表向きは新聞の権益を侵すという建前で、うんうんうん、その代わり、新聞社から配給されるニュースを買ってでその原稿を検閲を通した上で読み上げるならいいよというですから最初の頃大正時代のラジオニュースって、うん、この時間は放置新聞社提供のニュースをお伝えしますみたいなそんな伝え方なるほどね。でねその愛宕山に東京放送局があった時代、はい、窓からあの品川の沖の方の町で煙が上がって火事が見えたと、うん、でああこれは伝えなきゃって言って、うん、ニュース速報を出したんです、うんうんどこどこ方面でこう火事がありました、はいはい、そしたらなんと新聞社から抗議が来た権益を犯してるってなるほどこのぐらいラジオで報道ってのはできなかった日本ではなるほどね、はい、もう放送にジャーナリズムは存在しなかったんですねああそういうものだったんですねでその体制から今度は戦時体制に入って、はいはいはい、もう国から与えられる行政情報と、うんもうと戦争が始まったらニュースって戦果の報告しかないわけですよね、大本営発表、うんうん、これも大本営の発表ですから当然あの大本営が選んだニュースしか出てこない、はいはいはい、それニュースというのはもう公平性とか何とかじゃなくて、当事者が発表したものを横流しにするっていうのが日本では当たり前になっちゃった。だから226事件あったじゃないですか、はい、であの時226事件、まあ、あの要するにあの事件というのは要するに、まああの要するに陸軍の青年将校たちが抗議して、はいうんはいまあ、東京占拠するわけですけど、うんそのまあ、首相を襲ったりですね、閣僚を襲ったりその新聞社を襲うわけですけど、NHK 放置してるんですよね、確か NHK は要するにやっぱり大した意味ないと思ってたんですけど、ね、報道統制っていうのはクーデターの舞台としては最初に抑えるものだし、うんはい、
その後々 の, そのいろいろいろんな国のクーデターっていうのはまず放送局を狙うっていうのがあるじゃないですか、でも226の時ってなんか NHK 放置したらしいって。で、あの時 NHK はどういう放送をしたかというと、軍部の要請で、ちょうどあの九段のとこにあった九段会館、最近取り壊された、あそこに放送室というのがあって、そこであの兵に次ぐというあの降参呼びかけの放送をやったりはしたんですが、それ以外は、東京の株式市場はどういうふうになりましたとか今日はお休みですとか、どこどこ方面にあの警戒令が出ていますとか、ニュースを淡々と伝えていた。あ、すごいですね、全く期待性ないですね。ああ、そういうもんだったんですね、ラジオっていうのはね。ところが、まあ、戦後、はいはい、アメリカがというか連合軍が日本を占領しまして、あの放送と政治が結びついて、ファシズムとか、まあ、その戦争というのをリードしていったというふうに彼らはまあ見ていたので、まず放送の民主化が必要だと、で民主化のためには放送というのが政府を批判できるような、そういう自由な報道というのができなきゃいけないというので、それまで取材報道をしたことがなかった日本放送協会の職員に、お前たちニュースを取材して編集して放送しろといきなり言い出したわけ、それが NHK の報道部の始まり、昭和21年、で、まあ、そこから必死になってその、始めたんですが、GHQ が絡むとそのニュースが流せない、はいはいね、これはもうだから当時の検閲はね、その出版物もそうでしたし、まあ、あのそもそも例えば原爆の実装については一切報道できなかった、まあ、その、まあ、出版メディア一般に対する検閲とまあ同じだったわけですよね。で、聞いてる側は、あの今までと違う新しいニュースが始まったなと思いながらも、まあ、どっかで手控えてるなという感覚がやっぱりあったと。まあでもそうは言ってもやっぱり戦前とだいぶ違うねと。だ、まあ、当時のだからラジオとかはその戦前その要するに投獄されてた共産党の幹部とかが、あのラジオに出てきて平気で喋ってたり、だから軍政批判、 GHQ 批判をしなければその辺はまあ結構そう、割と自由に好きにできたっていう、 GHQ が自由にやらせてたんですですね。ですからあの日曜娯楽版なんていう娯楽番組で、あの政府批判の、風刺のコントとかをどんどん集めて放送してたというのもあったんですが、まあ、占領が解かれて、サンフランシスコ平和主権回復と言われて条約が結ばれて、その途端に、その自由が奪われてしまう、何かと言いますと、アメリカはアメリカと同じように、この電波管理委員会というのを設けて、政府と放送が、その密着して、何かをしないように監視するという組織を作ったんです、で、まあ、それによって放送の公平性とかそこを担保させようとしたんですが、その主権回復とともに廃止して、で全ての放送局は郵政省、まあ、当時天津省ですか、の管轄下に置かれたと。だからまあ戻ったって言ったら変ですけども、まあ、やっぱりちょっと逆戻りしたわけですよね、国家統制のもとにね。一応日本放送協会の放送協会法で独立をしているとは言われてるんですが、政府官庁の直接の監督下に放送局が置かれているというのは先進国では日本だけなんです。BBC、例えば日本だとですね、その、まあ、NHK だったら、まあ、郵政省の監督下にあって、予算もまあ、その議会通さなきゃいけないわけですよね、で相当まあそういう意味ではあの縛りがあるというか、そのまあ懐に握られてるわけですから、あの BBC とかってもちろん事実ありますよね。 BBC はですね、まずあの受信料を取るところは日本と一緒で、イギリスではこれ税金として取ります、で税金として取ったものをまず国が管理する送信施設、これの維持費にまず最初当てるんです、でその残った分の中から、制作費相当分を BBC にそのまま渡すという形、つまりですね、送信機と、この制作予算、まあ、運営予算ですね、 BBC の、それを分けることによって、BBC に送信所のに関する金銭的な負担を直接かけないようにしようとして、でさらに言うと民間放送はその国受信料で賄われているその国の送信所、これを利用してるんです。その利用権を民間放送は買うということになっていて、ですから送信は国が
担保すると、うんうんうん、で BBC はあくまで BBC の言論機関としての立場を受信料の一定の割合だけでお金をもらって、そこから先は独立してお前たちやれよ、発送電分離してるわけ。そういうことです。発送電分離です。なるほどなるほど。だ NHK はだからそう見ればだから、うん、でなかなかあの右からも左からも叩かれまがる NHK ですけども、そうそうそう、システム的にやっぱそうなっちゃってますよね、はい、そのやっぱり国にやっぱ懐に見られてて、やっぱりそのだからそういう意味ではあの一番初めにあったの情報共有と、はい、これでしたっけ、はい、娯楽まあ、二大目的で、はい、まあ、情報共有はねもちろん NHK の使命なわけですよね、はい、あれだけ要するに隅々まで一律に見てるメディアはないわけですけども、はい、ただその時に、まあ、単なる情報共有だけじゃなくて、うん、やっぱり、まあ、ある種の政府広報としての役割が、はい、あるんです。もう重く重くあの民間の放送局の中にも重く重くあるということですね、はい、ですから本当に日本の放送局というのはライフラインとしての役割をもう強く言われていて、うん、ですから政府の発表というのはとりあえず何も手をかけずにそれはそれで伝えなきゃいけないというふうに、まあ、一応そういう掟にはなってるんですね、うん、でじゃあちょっとこの民間放送ができたその経緯のあたりの話をちょっとしてみましょうか、うんうん、戦前の反省からジャーナリズム主導による民間放送運動というのが始まりました、うんうんうん、そう民間放送運動だったんですね、うんうん、で一番最初の計画では、日本放送協会 NHK の第二放送の送信機をそのままもらい受けて、うん、それで民衆のための放送協会を作ろうとしてた。それ何年ぐらいですか。昭和21年22年の頃。ああもう一番開放期ですね。そうです。ところが GHQ に時期尚早と言われて演出がされるんですでこの時にですね、全国から民放を作りたい人を申請してくださいって言って集めたリストがあって、この中にはねすごいのもありましたよ。教育の普及のために富士山のてっぺんに5キロワットの短波送信所を設けてそういう放送学校をやろうっていう。後に FM 東京のを設立することになる松前博士ですね。あ、なるほど。かであとね、在日朝鮮人の権利のためたのがパギョルという牧列とか、うん、牧列ですね、はい、あの人がですねパギョル名義で、放送局の申請もしてて、うん、だから在日朝鮮人のための放送というのも構想されているかと思ったら地方丹田の方に行くと炭鉱労働者のための放送というのが計画されていて、うん、それは労働者向けの家庭向けの放送じゃなくて炭鉱のその穴の中に向けて放送する、それ彼らに情報共有させるというそんなね申請もあったりして、うんうんうん、技術的にどうやったら、まあ、本当の地下放送だって話もあるんですけどもまあそんないろんな考えはあったんですが、うん、まあ、最終的に昭和26年に、うん、名古屋の中部日本放送と大阪の新日本放送に免許が下りて民間放送というのが開局しました、うんうん、でそれが事業的にもうまくいったんで全国でラジオ局がいっぱいできたんですが、まあ、大体地域の経済団体がお金を出して新聞社が主導になって放送局を作るというのが、ほとんどの都市のパターンで、地域放送というのが大体原則だったんですね、うんうんうん、面白い例がありましてね、長崎では、うんうん、あの地元の長崎新聞というのはまだちゃんと合併とか解体で、ちゃんとできてなかったんで先に長崎放送というのができて、うんうん、その最大の株主がマルハなんですよ。マルハ、いまだにマルハニチロが最大株主だったりして。マルハのクジラ、クジラ、やっぱり長崎ではそのマルハがすごくお金を持っていて、うん、で地元で新しい産業を起こそうとしている人たちにお金をどんどん渡してる。あ、なるほど、うん、長崎の発展のためにと言って、うんうんうん、そのうちの一つが長崎放送だったということで、だそういうことなんかもあったりして、うんうん、で長崎放送がお金出して長崎新聞社に投資してたりするという逆のパターンもあったりする、はい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 、そんなのもあったりして、うん、まあ、あの結構ねユニークな活動が日本中で行われたんですが、うん、テレビ放送が昭和28年1953年に始まります、うんうんうん、で東京にまず2局できるんですね、うん、日本テレビとラジオ東京テレビジョンというのが2年間を置いてできまして、うん、で名古屋と大阪に、新しくテレビ局ができる、まさにその本の話ですが、うんうん、大阪テレビ放送と中部日本放送のテレビ、うん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 、開局するときにネットワークという考え方が生まれてきたんですね。つまり東京で制作した番組を全国に流す、うん、でそのための系列というのを作って、うん、テレビの
まあ、合理的な政策をして、うん、なおかつ当時電通が、うん、東京で番組を作って東京でスポンサーを集めて、うん、あとはその分配金で地方を、うんうん、のテレビ局を、運営すればいいじゃないかという吉田社長の構想というのがあって、うんうんうん、まあ、それに従って、うん、テレビ局というのはどんどん広がっていったんですね、うんうんうん、まあ、実際そんなにうまくいかなかったんです。各局やっぱり独立して番組やりたかったんで、うんうんうん、あれなんですが、ただそのネットワークというのができて、うん、でそのうち東京に2局ある、大阪にも2局3局作りたいと、うんうん、で名古屋でもそうだと、うん、そうなった時に当時の郵政大臣田中角栄が、うん、テレビの免許というのは新聞社と新聞社に対して、与えるもんだ、うんうん、というふうに言ったんですね、うんうんうん、つまりラジオ局に新テレビ局を運営させるんじゃなくて、あくまで新聞とテレビがセットだというふうな考え方を示したと、うんうん、つまりそれによってですね、うん、今出来上がっている日本のテレビネットワークが、うん、ね、JNN があって、うん、で ANN があって、うんうん、FNN があって、うんうん、NNN があって、まあ、もう一つテレビ東京の TXN ってありますが、うんうん、どれも新聞社とくっついてるんですよ。くっついてますね。野郎はなんでこんなこと思ったんですかね。これね、後々わかるんですが、テレビの影響力というのを田中角栄はものすごく最初から分かってたのね、うんうん、もう情報を伝えて人々の心をわしづかみにするにはテレビが一番早いと。あ、ところがテレビになかったのは権威だったんです、うんうん、当時新聞というのがジャーナリズムの権威を持っていた、うんうんうん、だから権威と影響力を抱き合わせにしておけば、うん、そこで自分たちが何か介入できると思ったんですね。まあ、そうですよね。いや、だからまあちょっとあの辺の頃、その1954年ぐらいっていうのは、はい、頭角を表してくる人っていうのは田中角栄20代で、はい、で中曽根康弘という人がいて、はい、中曽根さんは原子力に目をつけていくんですよね。はい、で田中さんは放送事業に、はい、目をつけていって、でそれを一つの足場にして階段を上がっていくっていうことなんですよね。なるほどな。具体的に田中角栄がそれをどう利用したか、うんうん、というか今でも行われてるんですが、はい、まあその今はテレビ局もそれなりの権威を持って、テレビ局と新聞社の権威っていうのがそんなに差が今なくなってきてますから、うん、あれですけど、うん、まだまだテレビの権威、テレビ新聞の権威の方が強かった時には、テレビ局が何か政府に対して気に入らない報道をしたときに新聞社に圧力をかけます、うんうん、お前のところのテレビ局がこんなこと言っとると、うん、君のところから何とかちょっと言ってやってくれないかと、あで言うこと聞かなかったらこっちで免許取り上げるよっていうふうに新聞社の方に言うんですね。で新聞社としては、うん、自分のところの新聞の売り上げの下地にもなってるテレビを取り上げられては困るから、うん、なるほどね、うん、そうですよね。だからその確かに、でそのちょうど1950年代って、はい、そのスポーツが大衆スポーツが発達してきますよね、はい、まさにその読売グループで言えば、長嶋茂雄さんという大スターが出てきて、はい、街頭テレビが始まって、それは要するに、まあ、読売新聞の各版の武器だったわけですよね。これね、うん、もうちょっとこう遡って広げると、うんうんうん、正力松太郎の、うん、戦略というところになる、うんうん、で彼が最終的に何をやったかというと、うん、まず日本という国家を立て直さなきゃいけない、うん、まあ言ってみれば正力式の富国強兵というのを何とかしなきゃいけない、うん、そこで、まずやったのがその読売新聞社の社主になった上で、うん、読売新聞と別に、うん、テレビ局を作ろうといって日本テレビ放送網というのを構想して、うん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 、で自分で電波塔を作ってたんですよね。そうです、うんうん、でさらに言うとですね、それを建てるためにアメリカから資金を調達する、うんうん、なぜそれができたか、うん、彼は実は CIA の、うんうんうん、もうこれ本にも書かれていることですね、公文書でも書いてます。でそれを利用してアメリカからいろいろ資金を入れたんですが、当時外貨規制があってドルを日本に持ち込むのって制限があって、うんうんうん、どうやってやったかというと、日本国内にあって外資系企業を通して外資系企業に日本円で支払わせるということで、なんとか帳尻合わせて、やって、でそのせいで例えば、外国からプロレスラー呼んだりとか、うん、そんなこともしたわけですよね、うんうん、でさらに言うとその先ほどの読売巨人軍
これと組み合わせることによって、うん、テレビ中継その野球でテレビ中継で野球を見て、はい、でその試合の結果を翌日新聞で読むというこの三角形を作ったと。でこのエンターテインメントのやっぱり情報の共有の場というのをものすごく巨大な共有の場というのを作った上で、はい、原子力の方に、ね、行くわけですよ。だからあの読売グループの正力松太郎さんがやってまさに冷戦の産物だったわけですよね、はい、その原子力対集娯楽そして、メディアというものを、正力さんは握ってたと、まあ、あの多分あんまり理解してなかったと思います。原子力全く理解してなかったらしいですけど何が原子力分かってなかったらしいけど、ただあのそういうその冷戦期のしかも高度経済成長がちょうど始まる直前ですよね、はい、ちょうどその時なので、でまあ、その現代的な日本が出てくる中で冷戦構造を一方で抱えつつ、うん、他方でそのいわゆるその安保闘争に見られるみたいな戦後民主主義と呼ばれるような日本国憲法の価値観を共有してきた市民が出てくるっていう、うん、なんかちょうどその端境みたいなところで出来上がってきたわけですね、日本のメディアっていうのが。でね、この辺のその勝利期構想というのを知っておくと何がいいかというと、うん、よく今ね、うん、読売と産経が政府寄りという言われ方をよくしますが、うんうんうん、この2つには大きな違いがあるんです、うん、産経は基本的に財界をバックにした、ね、まあ、日本の水野さんですよ ね、 ね、 そうです。それに対して読売はあくまで読売がプロデュースした日本を作るということが夢なんで、読売日本構想なんですよ。そうですね。ですから時々日本政府の方針に対して読売が自分の方針と違うとふいって横を向くことがあって、そこがね産経と読売の時々こう意見で分かれると、ね、まあ、水野成夫さんが、はい、それこそデモクラ TV にコメンテーターやってる水野さんのお父様ですけども、まあ、まさに財界からそのバックアップ財界の視点での一人としてそのバックアップを受けて、しかも戦前共産党のも、はい、重要な活動家だった、はい、で、まあ、反共冷戦の、まあ、機関紙として産経新聞を作っていくと、ええ、でそれが、まあ、その後に、まあ、鹿内さん藤井鹿内さんにね鹿内さんに、まあ、そので富士産経グループに統合されていくっていう、ええ、確かにそうですね。政府だそれは本当すごくあれですよね、ええ、その一般だとね読売リベラルな人から見るとあんなも同じだと思いますけど、ええ、実は色合い違うんですよね、ええ、で例えば余談で言うとね、その読売新聞は靖国は参拝を批判するわけですよね、はい、これは、まあ、渡辺恒夫さんの強い、あ、彼自身がやっぱり軍国主義批判をね、うん、学生時代強く持って戦後に共産党に入って、はい、まあ、脱党して読売新聞社に入っていくわけですけども、やはりその軍国主義批判って強くあるので、会見はやるけど靖国は嫌みたいなね、うんうんうん、で産経はもう何でもいいって言ったら悪いけど、そう、そのままみたいなんで、もう全然違いますよね。これね、産経もね、その水野さんがやってた時にはその鹿内さんに変わりますよね、はい、実はね、ここが重要で、鹿内さんというのは、まあ、大アジア主義者 でどちらかというと今の産経の方針を作ったのは鹿内さんなんですね。で水野さんはあんまり現場に口を出す人じゃなかったんです、うんうんうん、それに対して番頭の鹿内さんがどん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 そのいろいろ、コネクションを作っていったというあれがあると。でさらにはその大阪でローカル新聞として、産経ができたわけですが、東京に進出した時に、うん、結局赤字で、撤退しなきゃいけなくなった時に、撤退するのは嫌だと、引き受けてくれないかと言って、あ、いいよと言って引き受けたのが水野さんだったということもあって、水野さんにあんまり、今の産経につながるような、そういう性格はなかったというの。だから司馬太郎がもう最後まで鹿内さんをボロクソ批判してましたよね。だから結局もともと彼がいた産経っていうのは水の産経ですから、鹿内のせいであんなになっちまったみたいなんで、もうボロクソ言いますよね。だから、そうだから産経も実はね同じじゃないんですよね。系譜が全然違ってて、前田喜佐時代と、水野さんの時代と鹿内さんの時代で全然違いますからね。でしかもそれがさらにいわゆるフジテレビジョンという80年代に大拡大したところがむしろなんか母屋になっちゃったから関係が変わっていくっていうことですよね。だから全然違う。だからそういう意味で本当あと後も少し話しますけど、ニュース各局各ものが
流すもののニュースの、まあ、ある傾向っていうのもあるわけですよね。ええ、ありますね。一つの事実をめぐっても、うん、でそれって本当にそのニュースの作られ方以前にその社の作られ方みたいなものを、はい、から見ていかないと、はい、ちょっと全然違いますよね。あ、例えばね、そのちょっとこれ話ずれますけど、ツイッター一つ見てもね、はい、朝日新聞の記者ってやたらツイッターいるじゃないですか。いろんな人が、読売新聞一人もいませんよね。まあ、一人だけいるんですよ。大阪のね、大阪の社会部で貧困問題やってる人、知り合いでいますけど、全く見ないじゃないですか。目立ちませんね、全然ね。でこれはやっぱりその朝日の方が自由度があるってことですよね。だから読売は一切やらせないんですよ、はい、で産経もねほとんど見たことないんですよ、うんうんうん、で毎日はいるじゃないですか、はい、います。で、まあ、東京新聞とかもいますけども、うん、あの異様でしょ。読売だって一番一応数多いのに、はい、記者の数もまあ多分一番多いんでしょうね、全く見ないです。でやっぱそれは多分その僕の意見としてはよく言われるのはその朝日は封建制で読売は絶対主義っていうふうに言われますけど、確かに朝日って、まああの、うん、誰が社長か誰も知らないじゃないですか。そうなんですよね。社主なんて、あのマニアしか知らないですよね。あの 僕はすごく興味がある、まあ、この前お亡くなりになったあの社主、はい、社主ね、あのどこだっけ、尼崎だっけ、はい、どこだっけ、あの神戸か、あの大豪邸があるなんかあるんですね。あの朝日新聞っていうところですね、うん、その社主っていうのは女性なんですよね、うん、この前100歳ぐらいで亡くなった方でですね、まあ、世間とは全く隔絶された世界にいる、全くニュースにならない人なんですよね。ところがあの読売新聞といえば、社主誰って言ったら知らない人いないわけです、うん、あの巨人ファン以外からあの全員に嫌われてる人っていう言えば有名な渡辺恒夫さんですよね。もうあのこの前も NHK でその渡辺恒夫さん の明けすけに昭和の自分がいかに政治家とつるんでたかというあのことをやってましたけど、はい、つまり多分読売新聞って人格が一人しかいないなと思ったんですよ、うん、はい、渡辺恒夫さんという、はい、もうだからそれはもう勝力さん以来の伝統ですね。勝力さん以来で武藤さんもそうだし、うん、であと小林さんか、はい、であの朝日新聞って顔ないんですよね。でそれぞれの記者が顔があるって、でだからあのよくツイッターとかでね、その記者が炎上するじゃないですか、ただね朝日はそういう意味では顔を出してそういう意味では言論をツイッターでやってる分自由なことやってる人が叩かれて、絶対そういうことはしない、あの顔が一つかしない読売の新聞の記者が叩かれないっていう、あのそういう悲惨な現象が起きるんですけども、だからそれだけでも新聞社の何か顔の違いが分かりますよね。社説は一つしかない、読売新聞は社論は一つしかないって。ただ朝日も遡るとその主筆っていうのが制度があったりとかして、その時代だから戦前は結構その主筆の名前でなんか出したりとかもあったのに、ありました。だからまあ竹虎がまさにそうで、でも白紅事件とか起きて大変なことになってですね、あのもうあの、でも戦後も劉慎太郎です。劉慎太郎主筆ですよね。だそういう名だたる主筆っていうのが社論を書くっていうのが、まあ、うん、朝日が今はあんまりないんですよ。そう 今そういう存在いないんですよね。いないですよね、で読売だけ残ってますよね、だちょっとやっぱり朝日はどこかから多分ちょっと僕も調べてないですけどもだからそれぐらいその朝日新聞と読売新聞っていう、うん、なんかまあ右と左とか言われますけど、まあ、実はそんなに差があるのかなって気はしますけども、その明らかに関係が違う、で政治権力との関係もやっぱり違いますよね、はい、でその辺がやっぱニュースの出方とかの、色合いの違いとかは、例えば今回の検察報道とか、あの読売から出るニュースを見るときに、読売からその検察の関係で何かありましたよ、リーク何かあったけど、それまず読売がそういうその検察問題リークしたときはまずどこから出たのかって考えちゃうわけですよ。記者の足から取ったっていうよりはもともとあるパイプのどっかのチャンネルから出たなっていうのが分かるわけですよね。なんかあのいかにも委託されて出たような雰囲気が出てそう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 、委託されて出てるっていうね。であの前川さんのスキャンダルみたいなやつとかも委託されて出てるなっていうのが分かるわけですよね。だから、まあ、朝日はそれは多分ないと思うんですよね、まあ、もちろん毎日もないし日記もないと思うんだけども、だから独特のこの位置を占めてますよね。そうだから委託できるということは委託できる窓口になる人がいるからできるんですよね。で、で鍋常さんはあのそれ俺だって言ってうん、うん、それを公言できるという、その点でいくとだからその
読売ってその明治時代の新聞、うん、古新聞と言われた、あれにちょっと近いところがあるんですよね。まあそうでしょうね、性格的にはね、だそういうまあ色合いの違いっていうのが、うん、まあ、あのなんかニュース見るときにはやっぱりいろいろあるよっていうのがありますよね、すいませんが、こちらですからね、その辺考えたときに、うん、まずあの放送を見るときにですね、うん、皆さんあの頭に置いていただきたいのが、実はその、まあ、テレビというふうに限って申し上げましょう、はい、その各テレビ局にはライフラインとしての責任がまず一つあると、政府や自治体の発表をそのまま共有させる責任というのがあって、これは法律上負わされているんですね。あの緊急警報とかそういうものなんかを流したりとかする、はいはいはい、そういうところ でそれに対して今度は、言論機関である以上ジャーナリストとしての責任がテレビ局に一応負わされていると、独立した報道機関として政府自治体にチェックを入れて問題点を共有させるという責任というふうに書きましたけども、つまり同じ画面の中で、その自治体の情報、政府自治体の情報と、それに対する評価の報道を両方しなきゃいけないというのが日本のテレビの実情で、まあ視聴者の方々はそれによってかなり混乱しているなと。そうですよね。ですから NHK が例えばニュースで政府の発表を伝えたとします、そうすると、NHK は政府の言いなりになって、そうじゃない、それは役目としてやってる、ただ本当はそれを伝えた上で、一回仕切り直した上で、政府のこの発表についてはこういう意見があってこういう意見があってこうだというのを、まあ論評するということを本当はしなきゃいけないんですが、そこの部分を大体両方時間が離れてたりすると両方見る方ってなかなかいないわけですよ、どういうか解説ってあんまり人が番組見ない時間に放送してたりしますから、そういうこともある。まあですからね、これをもう一回確認していただきましょう。同じ画面でも役割が変わるのが免許放送局、つまり国の免許で、放送している放送局というのは同じ画面でも役割が変わるよと。ですから今この放送局は公共のライフライン業務をしているのか、あるいはジャーナリストとしての業務をしているのか、それを気にしながらテレビを見る必要があるということです、でこれでややこしいのが今コロナ騒ぎで、NHK を見ていただくと逆 L 画面でコロナ関連の情報がずっと出てますよ、あの部分はあの公共のライフライン業務と、それを流しながら、この残った画面のところで政府の対応について論じるという、こういうですね、ものすごいことを日本のテレビ局はやらなきゃいけない。そうですね。まあでもしょうがないですよね。ただまあでもあその画面がね、そのまあある典型的なように、確かにそのある一つの画面っていうものの中で、全く違うある種の、要素のものが、要素というかそのある目的性を持ったものが、何のその、区分けもなく流されてるわけですよね。そうですね。でこれが、まあ、まあ混乱を生むと生むし、でも、まあ、簡単に区分けができないところもあるし、難しいですよね、その見る側の判断を問われちゃうっていうのがあると思うんですよね、まあ、一つはね、あの政府行政機関が、テレビでこう伝えられるということを意識して、いろんな情報を出すようになったということもあるので、ですからよりその両方の違いが鮮明になってきているというのはあると思いますね、例えばですね、もうその政府がライフライン情報を利用してるんじゃないかと思われるのは、小池都知事が、夜の8時過ぎに、記者会見を行うというふうに言って、NHK が通常番組を飛ばして、夜7時のニュースの後そのまんまずっと東京都庁にカメラを置いて、で8時半頃ですか、都知事が出てきて、でロックダウンでも宣言するのかと思ったら、まあ、これからその皆さんにいろいろ要請することがありますという予告をしたというあの会見があったと思いますが、あれはですね、もう午後2時ぐらいから、まず NHK の局内に、そういう会見が夜あるらしいぞという情報が飛んで、そのために夜の番組を編成替えする準備が始まっていたらしいです。でさらに、会見をやるというニュースが民放とかその新聞社に飛んで、でカメラ用意しろ何用意しろと言って、インターネット中継だテレビ中継だってことをやり始めたと。
で結局夜8時半に都知事が出てきて、うん、まあ大した会見ではなかったんです、うん、ところがですね、うん、日本時間の夜8時半って、うん、世界的に見るとですね、例えば中国の夕方の食事の時間ぐらいに当たるんですね、うんうん、でヨーロッパだとお昼ぐらいですね、でアメリカだと朝の通勤前 の, そのワイドニュースの時間帯に当たったりして、うんうん、そこで日本から都知事、まあ都知事とはいえ日本からロックダウンが宣言されたということになったりすると、うん、世界中にダーンと衝撃的なニュースが飛んだということになって、うんうん、まあこれは私の憶測ですけど、うん、実に見事な時間設定で都知事が出てきたなとちょっと思ってます、ね、まあそれは小池さんのまあ戦略だったわけです。あの方ならやりかねあのなら多分そういうのをやるっていう、うん、だからそのまあそれもだからもう一つの論点で、はい、そのだからライフラインっていうことの情報共有っていうものがテレビの使命であるということをうまくね、うん、政治家やそういうものが、利用するっていう、でそれを利用した特に今回で言えばね、自治体の首長の人たちであるとかそういうものっていうのが、やっぱ支持を上げてますよね、はい、うん、だそれはすごくうまいなっていうふうに思いましたよね、維新なんてもうその戦略のうまさで顔を広げてきたっていう気がしますね、やっぱもう関西メディアがやはりその、うん、それで、で特にネタ枯れの時期ですから、そのもう吉村さんの話ばっかり流すみたいな、はい、いうサイクルを作ることがやっぱりその維新の人気みたいなものをさらにこう浮上するっていうね、形になってますよね。あ、なるほど、だからこれも一つのね、だからライフラインだから客観的中立的っていうわけでもないわけでもないってことなんですよ。ですからもう全てのニュースは疑えというのがやっぱり原則としてあると思います。じゃあね、そのニュースを見たときに何を気にするべきかということなんですが、ニュースの消化度ということをですね、私言いたいと思うんですね、まあ、ある事実の動静を伝えただけなのか、まあ、これはだからお天気カメラというのを想像していただければいいと思います、うんうんうん、今渋谷駅前はこういうふうな状況ですという動静を伝えた、それに続いてある事実について取材した報告なのか、つまり取材記者の主観によって、うん、選ばれた報告であるかどうかという、うん、こうするとあのニュースってその単純な事実からちょっと紹介された、誰かが、その状況を言語に直したという時点で少し紹介が進んだという、うんうん、で3つ目、その事実に対する世間諸方面の見解なのか、これはもうだからレポートに対してコメントですよね、うん、はいはい、そうするとある程度社会的に認知されたニュースであるという見方ができると、うん、で次、その事実についての放送局による分析なのか、うんうん、伝えられたことが、うんうん、そうするともう放送局の解説員とかそういう人たちが入って、うん、ある程度複数の事実を突き合わせて、うん、こういう事実を述べているんだというふうに言えると、でさらに進むと、はいはい、その事実に対する誰かの意向なのか伝えられたものがね、うんうん、つまりこのようにそのニュースが一体どのぐらい消化されて伝えられているのかということはちょっと意識した方がいい、はいはいね、これが多分一番ですね、うん、あのもうぐちゃぐちゃにですね混合しているのがワイドショーだと思うんですよ。そうなんですよ、ワイドショー、ワイドショーはもうこれなんですよね、そのあのもう一度ちょっと 見てほしいですけども、はいはいはい、要するにその例えばいろんなコメンテーターの人たちいるじゃないですか、はい、うん、であるいはそのドキュメンタリー的にその取材したものが流されたりするじゃないですか、はい、でそれがこう混在してるわけですよね、で見てるうちに、うん、多分何か分からなくなってくると思うんですよ、でその例えばじゃあ玉川徹さんがね、はい、ああいうふうにその結構玉川さん人気あるじゃないですか、うん、で玉川さんがガンガンというふうにこうあのかなり強く、まあ主張していくっていうのはあれ誰の意向なんですかね、僕分かんないんですよ、玉川さんの意向なんですか、玉川さんの意向というふうに考えます。なぜかというと彼は役職でも何でもない社員ですから、まずそれですよ、玉川徹さんがテレ朝の社員だっていうこと知らないんじゃないですか、みんな知らない、あの人はああ、ね、みんなコメンテーターだと思ってるかもしれない、つまりその玉川さんっていう田崎史郎さんと同じようなその外部から来たコメンテーターがいて、うん、その人が主張してるんじゃないかって思ってると思うんですよ、うん、あの人実はサラリーマン、サラリーマンなんですよね、サラリーマン、ただサラリーマンなんですが、テレビ朝日の意見かというと、それを代表するような、立場の人でもないの で、はいでね、それほどの重さはないと、うん、これがねアナウンサーってことになると、うんうん、話はちょっと別になってくるんですけどね、アナウンサーになってくるとかなりその社
の方向ですよ、はい、で、はい、玉川さんは社員じゃないですか、はい、でそういう意味ではそれもやはりこの、違いがあるということですね。でさらにそのこれまでいろんな移行ですよね、はい、で田崎史郎さんいるじゃないですか、でみんなスシローとか言ってますけど、田崎さんが喋ってることとか、田崎さんだけじゃないんですけど、うん、まあこれはコメンテーターのいろんな政治評論家的なコメンテーターの人みんなそうですけども、誰かの意向を喋ってる節がありますよね。で田崎さんなんかはその嘘は多分言ってないんですよ、じゃなくてその事実とか真実の置き方が違うんですよね。その全体的に多分ある政治状況の中で起きている事実を喋るんじゃなくて、安倍さんが言ったという事実を喋ってるんで、多分嘘はついてないんですよ、はい、であるいはその検察関係の報道で辞めけんさん、例えばその、若狭勝さんとか、はい、若狭さんが言ってるの絶対あれは検察を代弁してるわけですよね、つまりそこには意向が働いてて、コメンテーターが何人か並んでるけどもそれの違いがあると、うん、でさらに難しいのはね、そのテレビとワイドショー違うのは、報道ステーションとか、まあ、多分 NHK が一番分かりやすいですけども、アナウンサーがいてニュースを流してアナウンサーが基本的にコメントをすると、でちょっと幅が広いのが、ニュース23とか、はい、報道ステーションで、ニュースを流して、はい、アナウンサーが喋ってコメンテーターが、解説をすると、でワイドショーになってくると、その、まあ、こういう取材をしました、で司会がいて喧嘩するわけですよ、これ全然実は情報の流れ方が違いますよね。違いますね。でもうある意味でそのなんていうんですかね、そのワイドショーとか、まあ、朝まで生テレビが一番その、最たるもんですけど、うん、朝まで生テレビを見てこれがそのニュースだって思う人いないじゃないですか。でも実はワイドショーって半分朝生なんですよ、つまり田崎さんがいて玉川さんがいて、それがこうバトルをすること自体が、うんうん、その番組 その軸に座ってるわけですよね、娯楽でさえあるんですよ。そう、娯楽でさえある、あ、だから娯楽性なんですよ。だから闘技的、はい、統計とかと同じなんですよ、鶏を戦わすのとで統計だから、そのワイドショーっていうのはまさにこれで言うと、はい、これでこの情報共有と娯楽というところで言うと、はい、もうまあ両方ええ、なんですね、もうむしろですね、娯楽に近いと思います。だって、ね、情報共有に関して言えばもうワイドニュースで伝えられていることを、焼き直しているだけですから。そうですよね、はい、で独自でまあ取材をするっていうことももちろんあるんだけども、あるんでしょうけど、うん、そのいわゆるその報道部と言われているところが担っているようなものとはまあ全然異質で、はい、まあ、さらに言うとワイドショーの報道的な内容って報道部から供給されてくるので、なおかつそこからのチェックが入ってますから、はいはい、その別の時間のワイドニュースを超える内容はないはずなんです。そうですね、だからこれはねすごくね、今日の話の一つのポイントでもあるんですけど、はい、二大目的の中で、はい、まあ、それでニュースと言われているもの、ニュースと言われているものっていうのは、まあ、一応、まあ、これ情報共有、はい、でやっぱワイドショーになってくるとほとんど娯楽になってくるんですね。でもここまでいくともうひな壇芸人の人のあれなのし、例えばモーニングショーと日曜日のサンデーモーニング、サンデーモーニングとその次サンジャポやってますね。サンジャポやってますね。あの2つは番組の雰囲気って決定的に違うけど、本質的に何が違うんですか、あの2つって。なかなか答えにくいですよね。答えにくいんです。サンジャポとどっちもコメンテーターがいてコメンタリーをしている番組ですから、番組なんです。形式的には一緒なんですよね。形式的には全く同じなんですよね、うん、ただそれのなんていうかね、こうテイストというかなんか、うん、テイストが違うと。そこに演出が入ってるというのがサンジャポの、サンデージャポの方の、うんうん、性質なんですよね。サンジャポの方が演出が入ってる、はい、うん、サンデーモーニングももちろん演出は入ってはいるんですが、うん、より演出の方に力を入れてるのがサンジャポ、まあ、はい、太田、ね、爆笑問題のあの番組の方で、うん、だってわざわざ紛争をさせたレポーターとかを出してたりとかっていう、そういうちょっと作り物までやってますでしょ。はい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 、なるほど、なるほど、うん、だからね、そのよくね、そのいろんなその、まあ、批判的な人たちの中で、はい、なんでね、田崎史郎なんかテレビに出すんだって声があるわけですよ。そうそうそう、言いますよね。だけど言い換えてみればね、その、まあ、プロレス私も好きですけど、じゃあね、ブッチャーがいないプロレスって意味あるんですかって話になるわけですよ、はい、ブッチャー
でもあそうかブッチャー悪役悪役って今悪役今私は今、まあそのまあ、プロレスってプロレスってヒールがいないと、ねいうん、そのダメなわけですよ。そうヒールがもうあのもうタイガージェットシーンとか覚えてます、はい、覚えてます。僕も徳島出身ですけどタイガージェットシーンがですねこうあのもう場外乱闘に来て、客が逃げるので頭踏まれましてあらそれジェットシーンじゃないんだけど客に踏まれたジェットシーンに踏まれたんだったら少しはこう自慢になります、ね、自慢なんだけど、客に踏まれて、ね、でふざけんなっていうこのでもそのあそれちょっと話を続けると、であの僕あの水泳スイミングスクール通ってたわけですよ、はい、でその時にあのそのもうあの運転手の人がねなんか雑談しててねプロレスなんてねあんなもんね八百長なんだった時にね、うん、僕は心から怒りを感じた、ふざけんなとふざけるなと、うん、何が八百長だと思われて、うん、でこれはもうそれをまあすごくそのプロレスが八百長だっていうことに対する怒りの映画っていうのは、うん、ビヨンド・ザ・マットという映画がありまして WWE に出ていた、はいはい、テリー・ファンクというその引退試合が出てくるシーンなんですけど、そんな人生かけてんだよお前って、うん、でそのマラソンでその話も別としてですね何が言いたいかというと、はい、要するにそのワイドショーってそれで成立してるわけですよ、田崎史郎っていうヒールがいなかったら、うんはい、あの番組は成り立たないんですよ、はい、まあ言い方を変えれば対立の構図をはっきりその論客によって表してるという、まあ、そういう言い方もできますよね。そうそうそうで言論でも政治でもそうですけども、うん、道義的なものって必要なわけですよ、うん、与党がいて野党がいて、はい、対立があってその対立が競合を作ることによって言論が活性化させられるという、はいはいまあ、面がありますから、はい、でしかもそれは確実に娯楽性を持つんですよ、うん、で政治っていうのもやっぱある種の娯楽性があるときにこう膨らんでいきますから、はい、その人々の意識っていうか関心みたいなものっていうのが、でそういう意味ではそのなんていうの、ワイドショー的なものにねニュース的なものを求めるってこと自体は実は間違いになるかもしれないんですよ、はい、でさらに言いますとね、うん、NHK のワイドニュースで岩田明子記者が出てきて喋ったとき、はい岩田明子なんか出すなっていうのはそれは間違いで、岩田明子は一番詳しいんだろうから喋らせておけばいいんです。で聞いた上で、聞いた上であの引き算をして理解をすればいいだけ。そう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 、やっぱりそこはね中途半端に知ってる人間を呼ぶべきじゃなくて、それはもうベターっとくっついてるような人間に思いっきり喋ってもらった方が私は安心だと思うんですね。そうそうそう、だから岩田明子さんという人が、そのまさに安倍さんのそういう意味では番記者ですよね、はい、ずっと古いからの、はい、で NHK っていうのはそういう意味ではその政治部っていうのは、ね、そのずっとその特定の人についていくっていう、うんはい、習慣がありますから、岩田さんだけじゃないんですよね。ある意味でたまたま安倍さんがその総理大臣になって一遍こけたのにまた復活したから岩田さんがいるというだけであって、そうじゃない人がなってたら別の岩田明子いるはずなんです。いるはずです。でそれはやっぱり一つのある種のこの NHK という国営放送の中で、総理大臣というものの意思をある種まあその解説するっていう役割を担っちゃってる人ですから、はい、ああいうキャラなんですね。で本人がどういうんですか知りませんけども、まあ、そう単純じゃないっていうことが分かるのは4年ぐらい前ですかね、3年前か、はい、安倍政権2017年の時に安倍政権の支持率が落ちた時に、はい、文言収集に岩田さんに手記書いてるんですよね、うん、でこれはまあ批判的じゃないとは言わないんだけども、はい、非常に冷めた手記書いてるんですよ、うん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 、でそれ多分ねそれが多分彼女の本体なんですよね、うんはいはい、でやっぱあれはキャラなんですよね、で問題はそのキャラとして、でただもちろんね僕も岩田さんのとか安倍政権そのものと岩田さんの言ってることを真に受けるなんてことはさらさらないですけれども、ただそれはああいうものだっていうことで、岩田が何か出すなって言ったら別の岩田が出てくるだけです、そう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 っていうことですよね、だからそこは NHK の報道の仕方というのを我々理解した上で見るべきであって、はいはい、NHK に変わってもらうとかえってややこしいんですよ。そうですね、うん、なるほど、だそういうやっぱりそうそのこの常用法共有とかその娯楽性であるとかってところの、はいはい、まあ、2つの目的のその配分というか、あれのまあその際みたいなのがまあ、あるなと。で結構やっぱねなんか変な話言うけど NHK は許せないけど、うん、NHK を信じるたんって言いながらワイドショーを真に受けてる人がいるわけですよね。そうそう、結構そう、演出にそそのかされてるっていうことをね、で演出なきものと、まあ、というかまあもちろん NHK もある意味で演出はあると思うんだけども、ただ民放の演出はワイドショーの演出はジャーンとか音楽使うでしょ、たまに、はいはいはい、
あれはねやめてほしいの、私はニュースを扱うとき、ね、ニュースを扱うときはやめればいいです、ね、BGM はやめてほしい、はいはい、まあ、印象操作になっちゃいますからね。そうですよね。だからそういう、でもそういうものなんですよね、うん、ワイドショーってものそういうものなんです、うん、だからまあその辺のやっぱり、あ、その辺のところの多分ね、あのやっぱりテレビっていうものの仕組みというか、うん、作られ方の違いみたいなのが、はい、まあ、結構その何ていうんですかね、見るときにすごく大事だと思うんですよね、はい、僕もワイドショーは別に真に受けないというか、まあ、別に面白いから見るなってところがあるけれども、うん、それはしかしニュースじゃないよ。冷めてみないと、ね、冷めてみないとニュースとして見るならばね、うん、まあ、田崎さんとね、玉川さんが喧嘩してるのはそれはそれで面白いというだけの話で、私はそのね、朝とか昼のワイドショーは録画しといて夜見るんですよ、うんうん、夜ね、娯楽番組として見ると案外面白くて、うん、ニュースとして見るから腹が立つんでね、うんうん、だからそんな見方もおすすめですよ。なるほど、うん、冷やしてみるって。冷やしてる。あ、そう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 。そうね。それにね、スポンサーがあれだけがっちりついてるから、実はね、すごくお金がかかった番組だということが夜見ると分かります。そうなんですか。はい。だって、もう似たような番組が並列で朝8時にスタートするっていう、そんな競合の時間帯ですから、うんうん、もうそりゃスポンサーは一番いいスポンサーが飛びつきますもんな。なるほど。だってもう各局の各スポンサーの名前を挙げれば、もうナショナルスポンサーばっかりでしょ。うんうんうん、そりゃお金潤沢ですよ。はい。うん、もう夜だって夜のゴールデンタイムなんて本当にゴールデンタイムかどうか怪しいですよ。今インターネットは何だがあって、とは朝8時って競合するテレビ以外のメディアってあんまり強くないんですよ。あ、朝から YouTube 見る人ってそんな人でしょ。いない、ね、朝から、ね、なるほど。だからやっぱりそのそうだから、そのテレビっていうものの役割っていうのが、まあ、その、まあ、縮小してきてるのは間違いないですよね、はい、でさらになんて、そのやっぱりゴールデンタイムっていうか、うん、まあ、7時から9時ぐらいですね。そうですね、その時間帯で最もそのテレビが求心力を持つっていうあり方も、もう終わっちゃったんですかね。だってもう 15% で数字取ったねって言われる時代ですからね。で朝の方がむしろ、うん、そのなんていうの、まだそう生活習慣に直結してるから朝のテレビの方が強いっていうことあるかもしれません。まあ、あとやっぱりリタイアした人たちが朝テレビ見るっていうのもありますしね、はいはい、なんか聞いたことがあるのは、その朝連ドラとかあるじゃないですか、はい、ああいうのって要するに家事しながら耳で聞いてもいいだけの感じで作ってるみたいなんですよね。そうです、まさに、うん、だからそのながらで見られるように作ってる、はい、セリフ多いんですよね。そう相棒とか無理じゃないですか。ながらで見るとあれは無理そうそう何言ってわからないのかな、ね、それいうやっぱり作り方をしてるっていう、うんうん、今言ってますよね。だからそういう意味ではそのそうか、朝方昼方ぐらいまでっていうのはそういうその、まあ、家にいる人の生活習慣に密着してるってことですよね、はい、で逆にそのかつてみたいに、まあ、各家族中心ですよね、ゴールデンタイムっていうのは、はい、各家族はまあご飯食べて、あるいはご飯を食べた後に、同じものを見るっていうような習慣がもう崩壊してるので、はい、ゴールデンタイムはそういう意味ではゴールデンではもうなくて、もう今セグメントターゲットの例えば健康に関する番組とか、うんうん、そんなのばっかりですよね。そうですよね。ちょっとしたこうちだからせいぜいクイズぐらいですよ、世代をまたげるのは。そうですね、うん、クイズ番組も減りましたよね。減りました。何があるだろう今だから、その、うん、まあ、結局トークバラエティで全部トークバラエティでみんな多分、あれも視聴率取れてるんですか。いやー取れてるかどうか怪しいですよ。いやだからフジテレビっていうのがもう凋落したじゃないですか、はい、でやっぱコンテンツがもう全然ダメ で、うん、ダメですね。テレ朝はドラマで残ってて、そうしかも再放送が良かったりしますからね。そう再放送の方が面白かったりして、ね、でやっぱり TBS はね一応まあ報道とかいろいろ、これはね TBS って TBS をネットしてる地方局がうるさいんですって、うんうん、TBS が手ぬるい報道をやると他の局から文句が来るらしいんです ね、 あ、なるほどね。ネットワークなぜかというと各局全部地元の新聞社とつながってるから、ジャーナリスト意識やっぱり強いみたいですね。なるほど。そういう局が多いんですって。おだから JNN の会議って結構 TBS は厳しい目に遭うらしい。やっぱりいっぱい報道やりたい人が TBS に入るっていうのはあるんでしょうね。あるんです、うん、はい、ありますよね、はい、ただ TBS と毎日新聞ってそんなに関係ないんですよ。うんうんうん、毎日のネットワークのように言われてますが、 TBS 系列って必ずしも毎日のネットワークとは言えないです。言えないんですか、はい、
ただ毎日系のテレビ局が TBS の中にいるというだけで、それはもうやっぱりですね、各地の地元の有力新聞が全部 JNN の、あのネット局につながってますから、あの毎日新聞社だけの独創では何もできない。なるほど。ですから毎日新聞って実は毎日放送の方が仲良かったりしますから、大阪の。あ、そうですか。だから大阪での影響力の方がでかいよね。あ、なるほどね、うん。だ森友事件なんかについても、あの毎日放送からのスクープっていうのは多かったんですよ。大阪を基盤にしてる毎日新聞と毎日放送が一緒に組んでこう取材して回ったんでっていうのがあって、あ、なるほどね、うん、そういう違いが出てきますね。面白いのかな。か無限に出てきますよね、ちょっとそういう思いが、ね、いくらでも無限に出てきますよね。だそれをまあどう、うん、いうふうにこう、今日のね、ちょっとテーマっていうのがニュースをどう作られてどう見るかってことだけど、で結論ないんですよね。あの正しい多分ニュースの見方っていうのは、ないじゃないと思うんですよ、手に取ったまま食うなっていうだけなんですよ、ね、そうそうそう。だそれがやっぱりどういうそのものなのかっていうことに意味が必要だと思うんですよ、はい。でさらにね、やっぱその、まあ、話を広げていけば、その SNS っていう、その世界ですね、 Twitter であるとか Facebook であるっていう世界の中で、ニュースが自己再生産されていったり、あとは双方向性が強まっていくという中で、メディアってものは要するに選別をするわけじゃないですか。何が大事で、1日という出来事の中で何が大事で何が大事じゃないかと。だから NHK のニュース9の時に上からこうテロップが出ていく時に、まあ、あれはある意味では NHK なりに考えた1日の大事なことランキングなわけですよね。 そうそうそう、はい、でそういうものっていうのが SNS の世界って壊れちゃうわけですよ、うん、そういうことです。優先順位はないです。そうそうそう。でそういう序列化とか、うん、1日にこう共有すべきもの、はい、あるいは同期化って言ってもいいですよね。あ、そうですね。その何月何日に何があったということを、やっぱ記念日、例えば沖縄 その慰霊式典があるとか、記念日的なものっていうのは同期化されるじゃないですか、はい、国民的な共有として、でそういうものっていうものが、メディアを支配するっていう、メディアを支配してるわけですよね、はい。でこれを崩しちゃってるわけですよ、今度。でそうするとこの情報共有っていうのが、情報共有というものがどういう意味を持つのかっていうことが根本的に変わってきてるわけですよね、SNS が出ることで。共有したはいいけど全然違う意味で取られてたりする。そう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 、ね、そういうこと、そういうこと、そういうことが起きてくる。でそういうその意味では、そのまあベタな言葉で言えば、SNS が登場したことによって物事を認知する、情報を認知することが、まあ、結構ハードルが高くなってる面もあるわけですよね、はい。世界中のことを知れるということは、あのゴミの山に埋もれるということと、まあ、等しいことであって、それがその人のある種の認識や判断を作っていく上で、どういう意味を持つのかっていうのが、だ例えばね、その人間が判断する時の材料っていうのを実は新聞とかメディアっていうのも限定して与えてきてたわけですよ、はい。だそれが典型的なのが世論調査っていうもので、あなたは憲法改正に対してイエスとノーですかっていう、でその基準で、いや、まあ、私はあの改正した方がいい、でしない方がいいっていう、ある判断っていうものの材料を与えてきたわけじゃないですか。でこれって実は権威的なものですよね。だって新聞社っていう独占されたある機関が、自分のネットワークを使って、で自分たちが選んだ判断材料というものを提示して A か B かって聞いてるわけですよ。そうですね。でだけどそれが、しかし例えばその政治とか社会であるとか経済を作っていく上でのさまざまな判断の基準になってきたわけ、はい。で人間は基準があるから判断ができたわけじゃないですか、はい。でこれがやはり、崩れてくるっていうことなんですよ、だから右とか左であるとか、そういうそのある種の対立軸みたいなものもそれでよく分からなくなってくると。だから過去のニュースの位置づけ、それがまあはっきり言っても当てにならない、それに準拠した形で配列できないわけですからね。そうです、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 だからそういう意味ではその記者クラブ制度とかね、ああいうものの是非とも変わってきますけども、ある程度訓練された記者というものがギルドを作って、ギルドを作ることによってある交渉能力を持つというのが、まあ、記者クラブの、はい、でもそれを全部解体した方がいいっていう議論もあるわけじゃないですか。議論もありますね。でも解体したら本当にいいもの出てくるんですか。
思うんですよね。あのギルドっていうのはその労働組合と同じなわけですよ、その一つの職人的な人間たちが結託して場合によってはそれでも反乱するわけです、はい、でも場合によっては妥協もするわけですよ、でも妥協した面だけを取られて、お前らやれないって言って自由なものにしたときに、果たしてそれが、あるなんていうかな、その 有益っていうふうに言っていいかどうか分かんないけども、国民に対して市民に対してある判断ってものをするときに良質な材料を提供することになるかどうかって言ったら、これ別問題ですね。別問題ですね。そういうことも特に僕もそのいろんなメディアっていうものは、私も政治学者ですけども、政治学者なりにそのメディアっていうものを観察している中で、もともとそのメディアっていうものが抱えていた問題と、でもその問題を解決していくときに方向が本当にその人々の認知力を上げる方向に行くのかどうかっていうのは、まあそうとも言えないなっていう、そういうことがねずっとこの間続いてるし、でこれからますますその問題っていうのは、この問題っていうのはより深刻になっていくと思うんですよ。やはり新聞メディアは衰えていくし、テレビも衰えていくでしょう、でそういう中で、ますます我々のね、あの認知というか物事を情報を獲得し判断するスキルも問われるし、そういうことです。でも個人のスキル上げたってどうしようもないわけですよね。じゃあどういうふうにそういう制度設計をしていくのか、フェイクニュースに対してどうしていくのか、もうこういうことが多分まあこれからも問われていくと思うんですよ、でまあ大体今日の話は、まあこの辺で締めくくりたいんですけど、最後にどうですか。とにかく、まずニュースは、まずは疑ってくれと、手にしたニュースは、すぐに信じるな、ですからインターネットを使う方だったらリツイートするまでやっぱりちょっと置いた方がいいよ。そうですね、寝かす、寝かす、まあね、半日寝かすとどこにそのニュースが行っちゃったか分かんなくなるでもね、どこに行っちゃったか分かんなくなるニュースだったら追いかけなくてもいいんですよ。そうですね、と思います、それに新聞社とか放送局が、出したニュースをリツイートするのは大して意味がないです、それはみんな見てるニュースですから。そうそうそう、単純に自分のメモとしてね、そうリツイートしてもいいって話ですよね。そう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 、そういうです。そうです、うん、だから、まあ、多分そういう、まあ、意味では、まあ、ちょっと今日はね、ちょっと歴史の話からこう派生していく話だったんですけど、またまあもし機会があったらね、この話は尽きないと思うので、次は SNS 編でもいいです。そうですね、より実践的な方向 で、ね、考えてみたいと思いますね。また機会があったら、好評だったらですねやってみますので、よろしくお願いします。じゃあ、今日は、じゃあ川崎さんとですね、私木下違いの、まあ、メディア特にニュースをどう読むかという話でした、どうもありがとうございました。